はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、また緊急で動画を回してるわけでございます。まあ、緊急と言いながらも予定をしておったわけでございますけどね、なぜなら予定調和ではあったわけでございます。なあ、ちょっと遅くなっちゃいましたけどね。まあ、今ね、話題の芝スペイン村でございますよ。話題はですね。ということでですね、何かというとですね、まあ、今、ウコちゃんのやつでキャンペーンが始まりましてですね、初日、相当すごい人だったと、なんかね、情報をね、チラチラと見てるわけでございますよ。ツイッターが今凍結されちゃって、もうちょっと見えなくなっちゃってるんでね、それ以外のところからのね、情報源のところからのね、ニュースサイトとかそういうのとかでも見てるんですけど、まあ、びっくりするぐらい人が行ってると。あんなの島スペイン村じゃないって言ったら悪いですけどね。って、本当に、コラ画像じゃないの？タイタニック号のな、映画のタイタニックの時であれ 3G 技術使ってね、50人か60人ぐらいのその群衆のやつを CG でガーッと加工して、何千人が集まってるように見せるようなね、技術があったっていうんで、まあ当時からあったわけですから、それを使ったんじゃないのと思えるぐらいにすごい人だったんですよね。で、どうもこの熱はどうやら冷めることがないというか、勢いがすごいことになっておりますということで、これはやはりね、うちのところも乗っからないといけない。とはいえね、ちょっとね、まあ、いつも言ってます通り、すぐにね、行ってね、じゃあね、動画をね、回してみましょうとかね、できたらよかったですけど、ちょっとね、いろいろと、厳しい問題。まあ、他の動画、過去の動画をいろいろと見てもらったらね、わかりますけど、ちょっとね、こっちの方が厳しいぞということでね、なかなかテーマパークに行ったりするね、チョリンチャリンがなかなかないというところなんでね、さあどうしたものかというところでね、まあ、やはりここはじゃあね、持ってる知識をね、出していこうじゃないか、地元民ならではの、ね、ところってことで、県外からね、来ていただいている方に、まあ、見どころね、他のところの見どころ、伊勢志摩地方の見どころとかもやろうかなと思うんですけど、まずはね、聞き方のところの問題ですよね。どうやったら一番安く済むのかっていうところですよ。まあ、いろいろとね、言われてるのはあると思います。いろいろと情報出てるのもあると思うんですけど、多分、何も知らないと、結構ね、お高い旅になってしまうんですけど、これね、いろいろとね、技を駆使するとね、非常にお得に、伊勢志摩地方、旅行ができるよということなので、実際ね、いろんなプランがあります。そのプランをね、ちょっと徹底的に比較検証してみて、結局、どのプランが、お客様にね、見ていただいている視聴者様、これから島スペイン村の方に行こうとしているお客様に、ぴったしのプランなのかをね、ちょっといろんな選択肢を出してみようと思います。お客様、利用する環境とかによって、多少ちょっとベスト選択は変わってくるのかなというところもあるんで、いくつかちょっと紹介していきたいと思います。ということで、早速行ってみましょう。おうって言っても、これ、速報か。なんも、BGM もなんもないのか。よっこいしょ。よいしょ。ってことは、もうそのまま、あれね、グラグラーって流していくパターンでやってると思いますんでね。また誰か切り抜き作って、もう本当に。うち、切り抜きフリーで作れるんでね。そうですよ。収益化しても OK っていうルールなんで、まあ、著作権放棄じゃないんですけど、著作権は残すんですけど、うちのね、その動画を使って、まあ、転載ね、完全なコピペ転載はちょっとまずいんですけど、テロップを入れましたとかね、でもいいですし、BGM を追加してみましたとかね、何かしら、手が加わっていれば、大丈夫ですよ。まあ、もちろん切って、余分なところに、まあ、多分8割方余分な話なんでね、そういったところにぶっつんぶっつん切って、要項ごとにショートとか出してもらって、それで収益得ましたって言ったら、10割ドーンと持っててくださいっていうシステムになってますんで。なんかね、朝倉未来さんもついに、切り抜きね、やめますよっていうようなね、話とかも出てますんで、これはね、狙いどころですよ。うちのところ。ね、10割ですからね。まあ、メインチャンネルが収益化できてないっていうチャンネルが何を言っとるんやった話なんですけど、まあ、だから逆に言うとそういうふうにやってるんですけど、違うの。そういうことじゃないの。今日の話題はこれ。すごいね。本題入る前にこれだ。三重県民のね、山田が島スペイン村へ最もコスパよく行く方法を徹底検証してみたということでね、やっていきたいと思います。でね、まあ、まず一般として、島スペイン村の行き方っていうと、近鉄で行くっていうのは、まあ、一般的になってくるわけでございます。今回も近鉄で行くことをベースにしてます。なんや、JR とか使って、なんかうまいことを安くできるのかっていう、方法もなきにしもあらずと言いたいところなんですけど、ほぼほぼなきなんですよね、これ。難しいところなんですけど、まあ、
難しくないか。うん。新幹線とかって、使ってね、来るって来ても、結局、名古屋まで来るでしょ？で、名古屋から今度どうするのかっていうと、これね、ちょっと厄介なことにね、JR で行こうとすると、無理があってね、鳥羽までしかないんですよね。で、鳥羽からさ、結局近鉄に乗り換えて、そこから近鉄の料金発生するよとか、っていうことを考えると、結局そのお得な、にならないんですよね。途中で石川鉄道線とかも経由する兼ね合いで、運賃をちょっとね、そんな、近鉄よりも、乗り継ぎ割引とか使って、よくね、特急走ってると乗り継ぎ割引もあってね、安く済むとかね、いうお得な方法あるんじゃないのというところなんですけど、滝までしか行かないんですよね。ですから、そっからだと車で1時間ちょいかかるようなところなんで、全然ね、プラスアルファちょっと運賃払って乗らないといけなくなってくる感じ。でしょ、特急でもそうなってくるしとかっていうのがあったりするので、結局やっぱ近鉄に行くっていう選択肢になってきてしまいますんでね。っていうのがあるんで、今回はちょっと JR は基本的に除外してありますということですね。まあ、青春18切符でね、無理やり、鳥羽まで行くっていう方法もあると、そうすると東京からね、鈍行乗り継ぎで、やるって言っても、長きにしもあらずと言いたいんですけど、さすがにちょっと現実的じゃないでしょ。っていうところなんで、うん。まあ、今回ちょっとそのあたりはちょっと省いてありますと。で、こっちの方から行くってなると、主に、名古屋から来るルートと大阪から来るルートがあると思うんですわ。東の人ですね、その近鉄に乗ってくるっていうと、まあ、京都って言ってもあるんですけど、今回ちょっと、基本的には全部、名古屋に寄せて話してます。まあ、名県民でのもありますけど、旅館に住んでるのもあるんですけど、それ以上に、まあ、やはり東京方面とか東の方から来る人は、名古屋から乗ってくるよっていう話になってくると思いますし、で、基本的に名古屋基準で考えておけば、大阪と京都は絶対基本的にどのルート使っても、名古屋よりは高くなるんですよ。運賃、基本運賃の設定とかもね、あれですし、特急料金は、あれ変わらんか。E 料金のところが、E エリア判定だから、あるんですよ。そのエリアが広くなると料金が高くなる。特急のね、料金も、JR の特急券と一緒です。なんですけど、基本的にはもう、名古屋も大阪も京都も、その辺りは基本一緒の設定になっておったりとか、はい、ですね。うん。とかな、単純運賃が高くなるだけとかっていうような感じなんで、で、いうところを考えるとね、まあ、基本的に名古屋よりもコスパが良くなっていれば、大阪から来る人も京都から来る人もコスパがこっちの方がいいよねっていう判断ができると、思いますので、このあたりはね、基本名古屋から来る基準、名古屋駅からね、来るよっていう基準で、ちょっと話を進めていきたいと思います。ということで、そのあたりとかをね、踏まえていきますと、スマスペン村ね、まず、一番として、基本料金ですね。要は、何もお得なパックとか何も使いませんよっていう場合は、いくらくらいするのかっていうところですね。そうすると、これぐらいの値段になります。ドン。あと、ドン。名古屋からの場合ですね。近鉄電車で近鉄名古屋から宇方まで、近鉄特急に乗ってきたとしましょう。そうすると、近鉄の運賃が片道2010円です。で、特急料金が1640円。で、島風料金1050円変えておきましたけど、これはちょっとあまり、現実的なプランではないです。ないのかなと思います。いや、まあ、島風来たい人も多分いると思うし、まあ、せっかくならね、近鉄の代表格の特急なのになんでそこで外すんやと思うかもしれませんけど、単純に、島スペイン村で遊びたいんだったら、やっぱ、オープンからね、オープンとか早い時間からね、行った方がいいよっていう大前提がありますんで、島風だと、到着時間がそれなりに、後の方なんですよね。うん。ですので、それよりも先のね、走ってくる特急列車に乗って行くっていう方のが、多分、セオリーになってくるかなと思うんで、一応、島風は使わないかなっていう前提で、ちょっと話をしました。まあ、一泊二日とかするんでしたらね、島風使っちゃってもいいですしね。まあ、基本的には1050円プラスしたら、今から話する話に1000円ね、プラス片道1000円、まあ、往復だったらね、2100円、プラスすればいいでしょうっていう話になっちゃう。あ、大事なことを言わせてた。この料金、
2023年の3月までの話です。3月いっぱいまでの話です。4月以降は、近鉄もなんか値上げするみたいですし、ちょっと各方面、いろいろと値上げの話が出てます。島スペイン村もちょっと一部料金の変更が行われるらしいです。っていうのがあったりするんで、他にもね、ちょっと細かく説明するところ、いろいろとちょっと料金の変動があるみたいでございますので、一応3月までで、まあ他のところも全体的に上がるんで、まあ参考にね、こうして、まあ4月以降もこれを参考にしてもらうのには十分かなと思うんで、もう3月以前の、3月までのね、今の、収録日時点の、料金、運賃料金の計算等で、全てを出しております。このあたりのことを、念頭に置いていただいて見ていただければと思います。説明が長いんだけど、説明系のやつってこういう事前説明しないといけないからね、仕方ないのよね。っていうのはね、置いときまして。じゃあ、一正規の料金、こんなもんですよ、ということです。片道が2010円、運賃がかかります。で、特急に乗る場合、近鉄の特急の場合は、特急料金というのがいます。で、これが1640円。で、プラス、アルファ、島風だと1050円かかったりとか、あと、デラックスシートだと400円とかかかったりとかがあったかな。うん。っていうのがあったりします。デラックスシートってないと、グリーン車みたいなもんです。まあ、本当に、グリーン車とほぼ同等の、設備が、プラス500円とかで取れるんで、他のところをね、ところ、JR、さあ、他のところか、JR のね、グリーン車と比べると、圧倒的にコスパはいいんです。のでね、長旅になるんでね、ちょっとゆったりとしたシート行きたいなという方は全然伊勢島ライダーにね、ついてる、デラックスシートとか、まあ、4人とかで行くんでしたらね、ボックスシートとかもあったりとかして、サロン席とかもあったりして、非常に観光向けに非常にいい特急になってますんでね、まあ、伊勢島ライダーだと、景色もね、見やすくなってますんでね。おすすめは、名古屋から行くんだったら、名古屋方面から行くんだったら、どちら？左側？進行方向左側の席ですね。そちら側の席の方が、やはり、景色がね、非常にいいんで、海の景色非常によく、特に、鳥羽から浮方に入っていくとね、ゆっくりと、比較的速度を落としながらね、くねくねくねとリアス式海岸のところをね、縫うように走っていくんでね、非常に実は海側で見ると見応えがありますよ、というのがあったりするんで、おすすめだったりしますけどね、っていうのがあったりします。っていうのがあったりして。これがまあ片道です。これはでも片道で出したりもしてるときね、とかね。で、あとは、浮方から、島スペイン村までが、ちょっとバスに乗らないとね、行けないような距離ですよ、ということでございます。ちょっと歩いていくのはしんどいです、これは。うん。車で15分、20分ぐらいかな、かかりますんで、ちょっと歩いていくのは、道中の道もそんな歩道が、あるところでもないですから、浮方からだもんな。うん。浮方からはね、そう。ちなみに、いや、もう、そんな、バス代も絶対ケチるぜ、歩くぜっていう人は、浮方駅の一つ手前に、の特急停車駅で、なんだったっけ、あそこ、島磯部駅っていう駅があります。ここね、スペイン町のね、なんか建物になってたりするんだけど、実は、島スペイン村に、物理的に一番近いのは、島磯部駅なので、いや、もう絶対、最にそこ、最強コスパに行くぜって言うんだったら、歩くぜっていう人は、モサは、そこから行ってもらうといいと思います。ちなみにもう歩くぜっていうモサの方には、もう一つ言っとくと、島磯部駅からその進行方向に向かっていくところに、一回ちょっと寄り道して、一つ折れると、日本一大きいローソンって有名なローソンがあります。で、そこで飲み物とか調達するっていう手もあります。まあ、これドライバー系の人、運転する人の系の人もね、ぜひ一つの名称なんでね、ちょっと覚えておくといいかもしれませんね、というところだったりします。まあ、基本的にはバス使うと思いますので、390円と、いうことで、これも片道ですね、ということです。で、あとは島スペイン村のパスポートが、これワンデーパスポートで、パスポート持ってないと入れないですし、逆にパスポート持っとれば、基本的に、アトラクションとか、その遊具とかいろいろとそういったのが使えるよっていうフリーパスですね。ワンデーパスが、これが5400円となっております。ですので、これを行って帰ってくるっていうふうに考えると、まあパスポートはこの料金でいいんですけど、行って帰ってくるとなると往復料金になってくるんで、まあ運賃とかが倍になってくると。それを全部足してみると、移動代が8080円。で、パスポートが5400円ってことはね、13480円。これは近鉄特急料金は込みの値段ですね。
だと、こういう風になってきます。13,480円。まあ、これがベースだと思ってください。13,480円でね。これで基本的には島スペイン村に行って遊べるし、っていうことです。まあ、チュースライトとかそういうのは入ってないですけどね、っていうことなんですけど、まあ、そのあたりはね、何食べるかとかね、また、話になってくるんで、まあ、とりあえずここのところはこれくらいで置いておきましょう、ということですね。で、あとは、島スペイン村ですと、ホテルがあったりします。まあ、一泊二日で行くっていうケースも考えられますんで、そうすると、まあ、ホテルとかだと、大体ね、24,000から28,000ぐらい。大繁忙期、年末年始とかだともっと高いプランもあるみたいですけど、まあ、今回やってる、期間の、春の期間だと、大体24,000から28,400円ぐらいの間で泊まれるようになってます、ということですね。で、ひまわりの湯は、1,200円って書いてありますけど、これは、島スペイン村に行ってる方は900円で入れますんで、日帰り温泉ですね、がありますということで。まあ、島スペイン村使う前提なんで、ひまわりの湯もは900円使えると思ってもらったら大丈夫ですよということですね。で、あとはこれあんまり知られてないんですけど、ホテル島スペイン村ね、やっぱし、うんこちゃんも泊まってたしね、そこのところに泊まりたいよっていう人もいらっしゃると思うんですけど、一方で、まあまあ、24,000円とかね、ですんで、まあ、いや、確かにすごく豪華なね、料理とかにも惹かれるけど、いや、どうせなら、その、島の方って言ったらね、海産物とかも有名ですし、ちょっと地元のものも食べてみたいなとか、ちょっと別のところで食べたいな。やけど、安く済ませたいなっていう方には、実はこういうシーズンアミーゴスっていう、実は、施設もあります。これも、島スペイン村の、近鉄の、グループでやってる建物なんで、ホテル島スペイン村とはまた別途なんですけど、まあ、いわゆる、ログハウス的なところなのかな、うん、みたいな感じで、まあ、素泊まり前提でいろいろとできますよ。で、朝食は無料になんかちょっとついてくるのがあったりするのかなっていうような、感じらしいんですけど、これだと実はかなり安く使えて、シングルで5,800円から使います。で、ツインルームだったら一人当たり4,400円から、用意があるよっていうことなので、だいぶこれだと安く済みます。まあね、そこらの美酒法よりもね、安く済むのかなっていうぐらいの、ね、値段ですんで、かなり、これでしたらかなりリーズナブルに抑えれるんで、泊まりだけでもちょっとね、財布はそこまで、ね、痛めたくないなという方には、実はこれ結構おすすめだったりします。4,400円から、まあ、二人で行くんだと、一人頭4,400円とかで済みますんで、やはりはその、ホテルスマスペイン村の方が多分、眺めとかもいいと思いますし、まあ、料理とかも豪華なんで、せっかくのね、伊勢志摩旅行、しっかりとその、ね、うんこちゃんの、ね、行ったその、一泊、ね、そのホテルとかも、満喫したいよって方はぜひこの値段。まあ、つってもあんだけ豪華な料理とかついてこの値段でね、リゾートホテル泊まれるんで、全然、実は、そんな高いわけではないんですけど、リゾートホテルなんで、ここね、うん。って考えると、まあ、これぐらいの値段はそりゃ、行くよねっていうことなんでね、っていうのがあったりします。まあ、ちなみに、もうちょい本格、逆にね、もうちょい本格的な、ところ行きたいよっていうんだったら、逆に鳥羽の方に出てる、鳥羽国際ホテルとかも有名ですし、あとは同じ、近鉄系列でやってるところで言うと、宮古リゾートっていうのが、この前、うちのチャンネルでも言った横山展望台のあたりにあったりします。あれが多分一番高いんじゃないかな、あのあたりだと。他にもあるかな。まあ、実は、もともとその伊勢志摩サミットとかも行われたりとかっていう、まあ、一大観光名所なんで、実はリゾートホテルとか、ホテルは実はいっぱいあります。なので、実はいろいろとあるんですけど、ただ基本的に観光地なんで、そんなに安く泊まれる美女法みたいなのが少ないんですよ。まあ、このあたりはちょっとまたおいおい話していこうかなと思いますけど、まあ、泊まりだけとかそのあたりのところはちょっと後半戦で話をしてみようかな。とりあえず、料金の方の話していくと思うんで、まあ、だいたい13,480円というところだったりしますということですね。じゃあ、これ何時間取るのこれ。ちょっと待って、話したいこといっぱい出るじゃん。やばいやばいやばい。1時間以内に収めますよ。1時間以内に収めないと明日も仕事なんでね、私。さあ、ということなんで、これがじゃあね、一つの手段として考えられるのが、マイカーですよね。書いてあった。一番対抗軸になってくるのは、おそらくマイカーになってくると思います。まあ、近鉄電車ね、うんこちゃんのね、放送とかもね、流れてるっていうので、ね、鳥羽から先で、流れてるのもあるんで、ぜひね、これ、やつを聞きたいって方がいるんで、多分、遠方から、特に東京とかから来る方だと、マイカーっていう、発想は少ないかなと思うんですけど、逆にこれ、名古屋近辺の方だと、
あんま電車で移動するっていう文化がないんですよね。まあ、四日市も含めてなんですけど、大体このね、ホンダの工場の鈴鹿とかも含め、鈴鹿トヨタとか、そのあたりがあったりする兼ね合いで、岡崎とかも含めてね、基本的に車移動するんで、マイカーを持ってるの前提だったりするんですよね。そうすると、結局家族でね、出かけるんだったら、マイカーでいいんじゃねっていう方もいらっしゃると思うんです。じゃあ、マイカーだとどれくらいかかるのかなっていうと、こんな感じですってことですね。普通車の ETC 料金だと2400円。で、軽自動車だと1950円で、名古屋西インターからにしました。何や、名古屋インターちゃうんかと思うかもしれませんけど、遠方の方だとね。名古屋の人ならピンと来ると思うんですけど、伊勢志摩方面行くのに名古屋の人が名古屋インターから乗るってまずないんですよ。うん。名古屋インターって、名古屋東インターって言った方がいいんじゃねって言うか、名古屋の東の端っこ。だって、平張りより向こうっつもね。平張りより向こう。平張り原。原平張り。で、なんだったっけ、あそこの先のところ、神谷城か。神谷城インターの、もう一つ東ですもんね。神谷城より奥だもん。それはもうね、ほぼほぼその中に名古屋市内収まってるんで、基本的にじゃあその西側の方から入ってくるんで、名二環とかね、東島とか、あなたが名古屋コースか、まあもしくは、23号1号とかで、まあ23号の竜宮インターとかのあたりからバーっと乗ってって、で、高速に合流してみたいなところで、伊勢湾岸道とかってとかっていうケースがあると思うんですけど、まあ一番基準になるのは名古屋西インターっていうところになると思うんです。ここが、名二環の終点のところ、ちょうど切り替えのところですね、東名阪との切り替えのところ。まあここからジャンクションとかもあって、伊勢湾岸とかの方に抜けてる方法とかもあったりするんですけど、とかっていうのを考慮しても、まあ名古屋西インターから見とくのは一番ベースとしていいだろうということで、名古屋西インターから伊勢インターのところを出しました。その先のところはね、基本的には無料のバイパスみたいなのが走ってます。名古屋大、なんか伊勢第二道路だったっけなとかっていうのが走っとって、まあそれでストーンと、芝の方まで入れるんで、鳥羽とかの混むところとかを迎えできるんで、あの道でストーンと行ったれば、特に島ストペイン村とかまで行くんだったらもう、そっちの方が早く行けるんで、そうすると高速は基本的には使うかなっていうところですよね。名古屋からだと、まあ、下道で行く人もいるっちゃいる。23号線とかって行けばずーっと行けるんで、名阪国道からね、ずーっとそのままずーっと下ってって、そのまんまね、42号のところ、まさかのところ折れて、ストーンといって、まあ、中性バイパスとかもあるんで、最近はだいぶ行きやすくはなってきてるんですけど、まだ北西バイパスがね、四日市方面の方がね、工事がガッタガッタなんで、ちょっと時間かかってるんで、ちょっとなかなか下道だと、まあ、時間がかかるということで、まあ、一応高速料金で出しておきました。2400円と、片道2400円ですね。で、駐車場料金、これちょっと抑えとかないといけないんですけど、一応仮にでもね、テーマパークなんで、実は駐車代はかかります。で、実はこれ、このあたりの、施設では、ちょっと値段高めな気がします。1100円から1300円かかります。一番近い、近場のところだと1300円かかります。で、ここ結構混むんで、1100円のところが、ちょっと離れたところにあるんですけど、ただ、1100円のところ止めても、無料でシャトルバス走ってるんで、基本的に、そこから乗ったりすることができるはずです。で、今の時期は多分シャトルバスもちゃんと走ってると思うんで大丈夫だと思います。ちなみに、1100円ってまあまあ高いと思うんだけど、1100か1300だろ。ちょっと一回、鈴鹿サーキット見てみようか。鈴鹿サーキットの方が安いんじゃないかな。1日1000円。ですから、比較的ね、鈴鹿市っていう、ところで、しかも集客力も比較的高いと言われてる、鈴鹿サーキットで、よりも、実はこっちの方、石島スペイン村の方が実は駐車料金が高いとかっていうのがあってしまう。長島はさすがにもっと高いか。スパーランド。駐車場料金は1000円か。ごめん、こっちの方が安いわ、やっぱ。長島の方が安いんだ。1000円だったりします。うん。まあ、これはね、一つ、理由ははっきりしてます。近鉄がやってるか、ホンダがやってるかなんですよ。長島は違うんですけど、鈴鹿サーキットって、まあ、あそこも、なんて言ったらいいの、サーキット。レーシングサーキットとしては、世界的に見ても、珍しい。市街地コースとか除くと、もう鈴鹿が一番って言われてるぐらい。イギリス人の人でもね、
いや、スーパーストーンというサーキットは素晴らしいサーキットだけど、とにかく利便性では鈴鹿に負けてるっていうね、いうぐらい。あとどこだ？アデレートとか、アデレートとか、モントリオールとか、まあ、あなたにも市街地コースなんでね、元が。半分市街地コースなんで、っていうふうに考えると、ガチガチのサーキットであんだけ街中に近いところ、交通アクセスのいいところにあるの珍しいんですけど、とはいえね、駅からは離れてます。歩いてはいけないぐらいの距離だと、いうところにあるんですけど、そのあたりね、結局、鈴鹿サーキットは車を使ってもらうのが前提なんで、っていうのも、まあ、公共交通機関もぜひ使ってくださいっていうふうに、もちろんアナウンスが出てますけど、言うて、ホンダなんで、まあ、マイカーで来るよねっていう前提なんで、そのあたりはね、やっぱ駐車場も相当広いですし、とはいえ F1 とかね、スーパー GT がかかりたいってなると、もう全然駐車場足りないんでね、あれだったりしますけど、とはいえ料金としてはやはり車でね、来ていただく車ね、利用は、まあ、もちろんね、皆までとは言いませんけどね、まあ、ホンダで、すぐそこで、フィットでも何でも作ってます、NBOX でも作ってますよっていう、そこの的なりで、サーキットでございますからね。で、運営してるのが、ホンダさんですからね。まあまあ、今はモビリティランドって言って、一応、子会社になってますけど、まあ、言うて、ホンダさんですからね。それはね、こういう自動車で来ることに対して、結構、重心を置いてる。大体、こっちの方、近鉄がやってますんでね。それはね、どうしてもね、そういう風になってきますよね、っていうところがあったりしますと。いうのがあるね。まあちょっと、値段は1100から1300円かかります。意外とこれ盲点だったりするんで、前から行く人はね、この辺りはちょっと気をつけておいておきましょう。で、なんだったっけ。で、はい、ということでね、その辺りとかと、あとは、別途ね、パスポートもいりますんで、まあ一人やったら、まあ1000、1万1300円、高速料金とかの往復代ね、と駐車場とか合わせると1万1300円。これにプラス燃料代になってきます。で、免疫からの距離で計算するとね、一応、免疫からの、ルート計算だと、往復で306キロかかりますということですね。だから、例えば、うちの車の燃費だと今14個ぐらいか、計算めんどくさいから15キロにする。15キロにすると、20リッター使うわけですね。150の。20リッターよ。20リッターってことは今の、やつだと、20リッターだと、今のやつだといくつかかる？リッター160円ぐらいですよね。リッター160円で、1600、3000、まあ3000円ちょいかかってきましたね。ですからまあ1万5000ぐらいになってきますよね、と。いうことでございます。まあ、これは、まあまあ、かかるなと。あ、しげなかもこれね、11,500円な、何で、ああ、駐車場料金がね、高いところに止めると11,500円なんで、これ安いこの、駐車場料金で計算しましたんで、11,300円、11,500円ぐらいになってくるよということで、まあ、だいたいそれに、まあ、だいたい4,000ぐらい見と、燃料代見た方がいいのかな、今の、ね、燃料代だと。3、4,000円ぐらいかかってくるので、まあ、1万5,000ぐらいになってくるというところですね。ですから、まあ、やっぱ、それなりにかかってくるな、やっぱ、公共料金使った方が安いなっていう感じが出てくるんですけど、これちょっと押さえとかないといけない。マイカーは、やっぱメリットもあります。いくつかあるんですけど、まず、単純な話、移動の自由度がやっぱし高くなります。ですからね、また後半とかでね、多分ぐらぐらーといろいろ、おすすめのね、場所とか、いろいろ、崎展望台とかいろいろあったりするんで、あたりとかの紹介するとか言うと思うんですけど、そういうところとかに、やっぱマイカーだとね、そのまますっと行きやすい。で、まあ正直、他のところは駐車場無料だったりするんで、そんなかかることもないんでね、っていう感じですし、まあ朝一からね、動くのにね、逆算してね、朝一から家からね、ビューッと出てきてっていうこともできますし、で、お金、いろいろと移動がしやすい。で、まあもちろん自由度は高くなりますよと。だから他のところとかも行くこととか考えると非常にいいですよね。っていうところが出てきます。あとは、これ、複数人利用だったら一人当たりの負担は低くなります。いわゆる、一組当たりですからね、これ。ですから、駐車料金はそのまんま、絶対そのまんまですし、1台で行ったらね、1台で同じ車で4人とかね、で乗り合わせで行ったら、例えば2人で行ったとしても、
そうすると、パスポート代はそのまんまになりますけど、単純にこの移動駐車場代のところですね、ここが、5902で割ればいいんで、5902で割ると、だいたい3000円ぐらいでしょ？それは2950円？2950円に、2950円にな、いくつだ？5400足してたら、7950の、8350円か。8350円ですから。あ、そうすると、公共交通機関使うよりも、あ、だいぶあれですね。あ、まあ、往復はでもそうか。13480円だから、一人で行ったとしても、ああ、でもそうか。あれがかかってくるね。これに燃料代もかかってきますからね。とかっていうのがあったりしますよね。あ、だから、燃料代足すと、4000ぐらい足すって言っただけ、だから9900。まあ、1万円として5000でしょ。そうすると1万400円。ああ、だと一人だとね、だいぶ。二人で行くと、ちょっと、コストパフォーマンス的に、あ、ワンチャン見えてくるなってところで。まあ、だからこれが家族連れ3人、4人とかってなってくると、一気にグッとね、採算ラインが変わってきますんで。ですから、まあ、やっぱ家族連れで行くってなると、やっぱり言うて、マイカーは強いな、強いなと。いうのがあります。あと、子供が途中でトイレとかにね、なった時にね、対応しやすいな。まあ、つってもコンビニが少ないんで、ちょっとそこは気をつけないといけませんけどね。それこそ、その言った、姉妹そべのね、ローソンとかね。あそこもトイレ広かったけど、南伊勢のね、日本で多分2番目にでかいローソンは、トイレがめちゃくちゃ広い、形もしますけど、めちゃくちゃ、便器の数が あってね、とかっていうのがあったりしますけど。姉妹そべのところどうなんだろう。一回行ってみようかな。よし、っていうとかがあったりしますね。っていうのがあったりしますんで。まあ、やっぱ、マイカーを選択肢にやられる方、特にご家族連れの方とかだとね、カップルでも結構ワンチャン出てくるのかな。特に名古屋近郊に住んでる方だったらなってくると思います。ただ、これ、大阪からだと、さらに料金がね、高速料金も、高速料金はね、名阪国道を使えば、そこ、あれ変わらんか、ちょっと安いぐらいになってくるけど、いかんせんそれ上回るね、燃費がね、燃料代がね、走行距離がだいぶ増えますからね、50キロぐらい増えてきますよね。往復で50は増えてくると思う。そうするとちょっとね、やっぱもうちょっと燃料代も重ねくるんで、っていうとこがあったりするし、まあ言うて、ちなみに運転がね、それなりに疲れますからね、距離がありますし、あとこの、鳥羽から先のところ、くねくね道でね、ちょっと細めの道とかも結構あったりしますね。まあ言うても、まあまあ、それなりにストーンといけるか、島スペイン村なら負けるようにはなってますけどね。とはいえ、ちょっと、運転慣れてない方だと、だから東京の人とかで運転慣れてないよっていう人だと、ちょっとしんどいかもしれないっていうところがあったりしますけどね。っていうのがあったりします。まあ、とりあえず前からだとこういうところがあったりして、っていうところなんですけど、ただ一人あたりの負担が低くなりますよということです。あと、これちょっと、豊橋に住んでる方とか、豊橋とか静岡の浜松とかから行きたいよっていう方には、ちょっと一つ頭に入れておいてほしいなっていうプランがあって、それがこれですね、豊橋より西からね、利用する場合は、伊勢湾フェリーを利用するっていう手があります。これね、ちょっと、土地勘がない人にはピンとこないと思うんですけど、ちょっと地図出そうかな。地図を出してみたよ。っていうところなんですけど、島スペイン村が、ここなんですよね。今、ポチってしたところが島スペイン村です。で、今いろいろと話をしてますけど、基本的には名古屋から行くこと前提でね、こうやって高速で走って、高速ちょっと実は大回りな感じでこうやって来てるんですけど、で、島スペイン村に行くっていうルートなんですけどね。これね、ちょっとこっち側から行く人はね、よーく見てほしいんですけどね。豊橋とか浜松とか、まあ東京、静岡とかかね、東京の方からね、車で行くよ、いや、どうしてもね、家族連れだし、毎回で行くっていう方はね、ちょっと頭に入れておくといいのが、ここでこう行って、こう回らない時なんですよね。まあまあ大回りなわけでございますよ。ここにね、青い点線あるんですよね。これ実は、伊勢湾フェリーっていうフェリーで、実は、このフェリー使うと、ピュー、こうから、こうなるんで、相当これ、ショートカットができるんですよ。なので、
まあ、特に豊橋の人だとね、伊勢湾フェリー、多少馴染みがあるかなと思います。鳥羽水族館とか行くときには絶対便利ですしね、とかっていうのもあったりするんですけど、これね、結構大きくてね、これずーっと運転しっぱなしじゃないですか。特にドライバーの方ね、お父さん、運転するパパママ聞いてもらいたいですけど、ね、ずーっとこう、しかも名古屋のね、名古屋高速、伊勢湾岸道、まあまあしんどいですよ。東京とかの道とはちょっとまた違いますかね、この伊勢湾岸道。本当にちょっと風とかも強いですし、最低時刻、最高時速110キロ設定とかなんで、本当にビャンビャカビャンビャカ来ますんで、なかなか慣れてないと、怖いかなっていうところがあったりする中、この42号線ね、こっちからね、途中からね、もう分かりやすく出てます。42号線って案内が出てます。42号線ってのがピューっていくとね、ここのところ、伊良湖岬っていうね、岬があるんですね。これ、ね、伊良湖岬のところに行くと、フェリーがあって、フェリーで、手続きをしたら、そのままフェリーに乗って、ここ、休めますんで、小1時間休めますんで、パパ、ママ、運転する皆さん、このルートに意外と、そっからさらに遊ぶぞってなった時に、意外とここで休んでいけるっていうのが大きかったりします。で、さらに、実はこれ、時短にもなるし、燃料代もね、だいぶこれ関わりますので、ね、名古屋からだとね、さすがに大回りになっちゃうんであれなんですけど、っていうのは、実はこれ、見越してて、伊勢湾フェリーさんが。伊勢湾フェリーさん、実は企画乗船券みたいな、よくね、青春18切符とかみたいに、企画乗車券ってね、電車屋さん出してますけど、鉄道会社さん出しますけど、あんな感じで企画乗船券みたいなのがあって、伊勢湾フェリーで、大体、15,408円から17,520円で、ワンデーパス付きの、往復乗船プランっていうのがあります。これ、フェリーの往復料金も、に、プラス、もちろん、汽車場代もね、入って、で、運転者の、乗船料金も含んで、で、さらに、さっき言っとった5400円でワンデーパスついてくるんですよ、これ。ワンデーパスついてきて、15,480円からっていうプランがありますんで、これ案外楽です。で、あと、これ高速代がまるっと浮くんで、さっき言ったように、名古屋からでも、名古屋からでも行っていく、いくつだっけ ?2400 でしょ往復で4800円でしょ4800円プラス、だから豊橋の方から行こうと思うと、6000円ぐらいになって、6000円で期間7000円ぐらいになってくると思う。7000円ぐらいかかるんですよね。7000円ぐらいの高速料金と5000円ですから、12000円ぐらいはどっちかかかってくるわけですよね。12000円ぐらいはかかってくるよね。12000円ぐらいかかってくるのが、プラス3000円ぐらいしたら、往復フェリー乗れて休めるし、移動もめちゃくちゃ短縮できるし、っていうのがあったりするんで、意外とハリだったりします。豊橋浜松、小西市と、ね、あたりの、にお住まいの方とかだと、特にね、これ意外と使えるんで、浜松からだったらね、もうそれこそ42号下見てピヨンと下走ってたらいいですからね。あんまなこの国域ピヨンとこうやってそのまま42号の方にポーンと降りてね、もう高速みたいなあの道ですよ。あそこのとこベアと走ってて、そのままピショーンと先まで行って、フェリーにトツンと乗せて、あそこガーッとこいつが休んで、そこから、ピレネ乗って遊ぶぞってね、やってもいいです。なんならね、豊橋の方だったらね、最近ね、ちょっとね、ピレーネでも買ってね、豊橋で有名な歌手のピレーネって言われた。ピレーネ買って、ピレーネでも、もう伊勢湾フェリーでピレーネ食べながらね、ピレーネに乗る準備すれば大丈夫なんで、これもおすすめです。っていうのがあったりします。それはそれで面白そうやな。でも私ね、ちょっと、歯のやつとかやってる金で、もう、乗れないんですよね。絶叫ものというか、特に G がかかるやつとかね、ちょっとダメなんでね、っていうのがあったりするんでね、できねえな、誰かやってみれば面白そうだな。ピレーネ乗ってからピレーネ食べたら美味しいかとか、そういうような企画もパパパカしいな、っていうのがあったりしますけどね、があったりします。ちなみに同乗者は、料金ちょっと安くなって7660円。ですから、5400円のフリーパスに、まあ、プラス、2000円ちょいで、フェリー乗れるんで、結構ありだと思います。あと、意外と、
こういうフェリー乗ると楽しいです っていうのがあったりしますからね。っていうのがあります。まあ、ただ1名利用ですとちょっと割高になってくるかなっていうところがありますね。っていうのがあります。というところですね。マイカーはこんな感じ。じゃあ次ね、一般的によく言われてるあいつですね。お得といえばあの切符だろう。これですね。マオジャンセですね。まあ、これはもうね、うんこちゃんもね、言ってますしね。もう、名前を聞いたことがある人が多いんじゃないでしょうか。特に、うんこちゃんねとか入ってる方ですと。うん。うんこちゃんも一押しはこのマオジャンセっていう風になってますよね。これが、バカみたいに安いという風によくうんこちゃんが言っております。どれぐらいバカなのかっていうのを今から説明します。まあ、見てもらったらわかるんですけど、まず料金は、デジタル券があります。デジタル券の特急券なしで7800円からあります。7800円から12000円です。まあ、だいぶ安いよね。正規料金だったらいくら、正規料金が13480円だったんで、ああ、普通にそっか、往復とか、する料金とかより安いのねっていうところなんですけど、じゃあ、これで、まあ、きっとね、スペイン村は使えるんだろうなとかっていうのはピンとくると思うんですけど、どういう特典があるのかっていうと、これでですね、まず、4日間利用できます。4日間利用できます。ワンデーじゃないです。これ、ちなみに扱わせておきますけど、島スペイン村は1日なんですけど、通算4日間使える、鉄道のその乗り物の券としては、4日間使います。で、いう企画乗車券です。で、名古屋からフリーエリア、これ、真坂から四国島ですね。ですから、もうがっつりこの伊勢島エリアのところを含んでるんですけど、伊勢神宮とかもだから含んでます。真坂から先なんでね。の、近鉄のね、真坂から賢島の間のところが、自由に乗り降りできますよと。で、名古屋から、その、目的、最初にね、降りるところまでの、特急券もついてきます。だから、うかたまでの特急券も、含まれてます。帰りの特急券も含まれてます。これちょっと裏技があって、帰り、いや、名古屋行って、名古屋からね、行って、島スパイン村で遊んで、最後、最終的に、大阪に最終寄りたいわって言うんだったら、大阪を帰りにするっていうのはできます。最後、ちょっと京都観光もチヤッとしてえな。京都を帰りに設定するっていうのを事前に申告しておけば、できます。これはちょっと、このキップの面白いところだったりするんですけど、ちょっと裏側の方ですけど、まあ、そこはあんまり大事なところじゃなくて、大事なのは、まあ、往復料金とかが含まれてますよと。で、プラス、フリー区間はもう乗り放題で乗れます。はい、もう、この、まさかから、賢島の間は移動し放題です。どれぐらい移動し放題かっていうと、特急券が4枚ついてきます。だから、いや、でも言ってもね、鈍行でね、くるくるね、フリーエリア移動しとったら時間かかるしね、まあかかるしね。特急券、つきます。4枚ですね。まあですから、うがたからね、うがたまでどんどんフリーキップで1回目の、そのやつは往復ネットで使うでしょ。で、そこから、じゃあちょっと賢島行ってみようかな。賢島までも特急だ。まあ実はここは一番鈍行使ってもいいかもしれんけど、まあ特急使っちまえ。使っちまおう。次、伊勢神宮寄りたいな。今1枚でしょ。で、伊勢神宮寄りたいな。伊勢神宮まで、ピュッてワープ。特急使ってワープ。これ2枚目できるでしょ。で、いや、鳥羽もちょっと見てみよう。あ、よし、鳥羽まで特急使っちまおう。あ、これも無料できるでしょ ?3 番目でしょ最後、まさか牛でも食うか。まさかまで使うでしょ。これ特急で移動してもこれフリーです。うん、4枚目で。フリーできるっていう。そういうやつになってます。さらに、さっき途中で出てましたね、ミニ交通バスの、バスに乗って、往復したりするんですけど、ミニ交通バス乗れます。なんなら、それ以外のミニ交通バスも乗れます。伊勢島エリアって書きました。これ、まさかの、エリアの、やつも乗れます。だから、ちょっと離れたところの、まさかファームとか、あのあたりまで行けるのかな、うん、フリーエリアになってるはずなんで、あそこら辺も、行けるし、伊勢神宮の観光でもね、あのあたりとかね、ぐるっと回ってるバスとか走ってるんですよね。あれも乗れます。全部ついてきます。もう何かもついてきます。移動手段は、ほんと公共交通機関、このあたりの交通機関は、JR 線以外はほぼ全部使います。うん、まあ、JR 線がね、1時間に1本来るか来ないかなんでね、それをね、待つよりも、特急も含めたら1時間に何本もやってくる、近鉄列車が、バッカンやってくる近鉄列車が、もうバンバン乗れます。さらに、鳥羽の定期船も乗れます。これ伊勢湾フェリーとは別で、鳥羽から、
鳥羽っていろんな島があるんですよ。まあ、島市もそうなんですけど、鳥羽市、島市のあたりって、島嶼群になっとって、結構細かい島がいっぱいあるんですね。島嶼島とか上島とかいろいろあったりするんですけど、そのあたりの、島を結んでる船があるんですよ。定期船があるんですけど、これも乗れます。これも乗れます。で、まあもちろん、島スペイン村のワンデーパスポートもちろんついてきます。ついてきます。これ、すいません。4回は使えないです。1回だけなんですけど、すいません。5400円分しか使わないです。さすがにね、2万円分ぐらいまで使わなかったです。申し訳ないです。っていうところなんですけど、ワンデーパスポートはついてきます。で、ひまわりの湯も入ります。900円、プラス900円するっていうやつ入ります。他にも、ね、でかいところだと、鳥羽水族館、2800円ね、入園券かかる。日本で一番大きいんだったっけ、結構すごく有名な鳥羽水族館、ジュゴンが、買ってるところが、日本で唯一なのかなとか、日本、っていう、世界でも何だ箇所ぐらいしかないっていうすげえ貴重な生物がいたりとか、ダイオウグソクムシがね、おったりとかいうのも有名なところだったりしますけど、鳥羽水族館2800円ね、通常は、かかるんですけど、もうこれもタダです。これも入れます。その他、22施設、合計、22施設、無料で入ります。ですので、島スペイン村がっつりみたいよ。で、ついでに、時間も取れてね、まあ、日帰り使ってももう十分島スペイン村でもこれもでも元取れちゃうんですけど、これね、一泊してね、さらに他にもちょっといろいろ見てみたいな、どうせならせっかくだし、伊勢神宮も行きたいななんて思ったのもバリバリのとこです。ベランバリのとこです。圧倒的です。ですから、まあ、特にもう2日以上とか休みが取れるんだ、あるんであれば、もう全然あれだと思います。で、これだったら、1人で行くんだともう全然あり、やっぱお得ですし、2人だと、こう単純にこれが2倍になってくるわけなんですけど、とはいえ2日3日ね、その後回るってなるとね、それなりに毎回使った場合でもちょっとお値段がかかってきたりします。とかっていうところとか考えると、もとにかく他の施設とか行くことを考えるんだったら、もう、ちょっと圧倒的ですね。1万200円。ですね。まあ、7800円のデジタルのやつあるんですけど、一般的にはこの特急券ありの、1万200円のプランの方がいいと思います。この特急券4枚もついてくるっていうのもありますし、まあ、いろいろと見てもあるんだよっていうのであればあれですし、まあ、もう、この7800円の方はもうザストイックに、安く済ませて、そんなしますべんまな、別に4日って言いますか、これ、なかなか社会人の人だとはあると思うんですけど、4連休ってまあ取れないじゃないですか。まあ、3連休取れればね、御の字なところがありますけど、まあ、3連休ありゃね、これ、全然元が取れるかなと思うんですけど、まあ、とはいえ、普通だとまあ、取れて土日休みとか、まあ、私なんか接客やってたんで、実は2日連続の休みっていうのも、今の業種に入るまでなかったはずですからね。本当、4年に1回とか、そんなようなレベルですよ。2日連続の休みがあるのがね。っていう、業界とか結構ザラにあるんで、そうすると、まあ、もうどうしても日帰りでしか行けねえよとかっていうような場合になってくると、ちょっと、あれかなっていうところもあったりしますけど、まあ、それの、そんなような特殊な例外ですね。もう基本的には、もう本当に、いろいろと見て回るんであれば、これ、ありですし、もうせっかくね、これ買ったんだと、じゃあせっかくだしって言って、いろんなところを見て回ると、伊勢島地方のね、非常に何やと見えます。まあ、伊勢神宮と、まっさか牛のところとか、伊勢蛇のところとか、なんか食べ物ばっかしやな。もう、バシッと観光名所して、もともとここ元祖観光地のエリアなんで、なんせ、伊勢神宮が、まあ、ある意味、旅行の元祖と言ってもいいぐらいのね、ところだったりしますから、っていうのがあったりしますからね。聖地巡礼って言葉は、もう、あそこら辺のところがあったりしますもんね。こうやっていうのがあったりするからですから、これは使います。ちなみに、セントリアの高速船割引とかも、いろいろと他にもあったりするんですけど、あと、地味に聞くのが、遠方から、使われる方だと、ホテルの手荷物が無料配送でできます。まあ、だいたい今だとね、手荷物配送って言うと、1000円から2000円ぐらいかかるのかな。それも無料になったりします。まあ、もう、いただい尽くせりです。観光するんだったら、伊勢島で、これ伊勢島、スペイン村、行ったらもうプラス5000円で元取れますけど、もう、他のところもいろいろ使えるんで、まあ、2日以上休み取れるんだったら、もう絶対これのがいい。
と思います。2日以上取れて、まあ、伊勢志摩、まあ、スペイン村も、見たいし、他にもいろいろせっかくだから見たいなっていう時には、めちゃくちゃ おすすめです。行きたくなるかもなと思ったら、もうこれ買っときゃいいです。だってもう、島スペイン村行って、行って戻ってきたら元は取れるんで、元は取れるんで、そこからプラスアルファがつくよっていうだけの話なオプションがね、いろいろとついてくるだけなんで、どこまでもお得ではありますんで、これがやっぱしおすすめおすすめです。ただね、まあ、それだけじゃね、ちょっとうちのチャンネルじゃねえと。いうことでね。いや、もっとじゃあもうね、ちょっと安く済ませたいな、という方もいらっしゃると思います。そこで、まあ、ここだけじゃないよということをね、ちょっといろいろと説明していきたいと思います。まず、マワランセのメリットが、まあ、圧倒的コスパ、日帰り利用でももちろん十分もっと取れますし、2日から4日利用するんだったら、周辺格ももう4日休み取れ、4連休取れたんならね、もう絶対これがいい。なんならその、千葉やスペイン村行く行かんじゃなくて、4連休が取れたならもうマワランセとかにはいい。4年休が取れたんだよね。もうね、いつでも、回りやすいとかとけば大丈夫です。すべてが手に入ります。うん。なので、全国の、4年休が取れたよという方、何も考えずに、島スペイン村とか何も考えずに、とにかくもう回りやすいで、伊勢島観光しましょう。よし。これでいいと思います。で、デメリットは、まあ、だからあんまないですよね。まあ、4人5人加速していくってなると、ちょっとマイカーの方なんか多少ちょっとコスパ面、まあまあやっぱ、良くなってくるのが、まあ小様連れとかで、ね、電車とかに乗るのが、苦手っていう方もいらっしゃいますからね。うん、周りで、子供が受け合わ乗られると苦手とか、まあそれはもう、まあ私実はそっちの方の人間なんであれなんですけど、ただまあ観光列車なんで、観光しに行くのだから、まあ、それが言っちゃねってとこがあったりするんで、まあ、だとすると、家族で出かけるんだったら、それこそ、取れるんだったら、島風の、和風個室とかね、取ると、完全に、個室になってるんでね、お子さんとわきゃわきゃしても、多少わきゃわきゃしても大丈夫し、サロン室みたいなね、伊勢島ライナーサロン室なんです。あれだったら追加料金かかりませんからね、家族の利用だったら、なんなら追加料金かからずに、その基本の特急料金だけで、そのサロン席みたいなところ使えたりとかっていうのもあったりするんで、うん、そういうようなところとかを使ってくるのもありだったりするんで、ありなんですけど、とはいえ、やっぱちょっと子供がね、おるとね、なかなか、電車だとあれだわっていう方もいらっしゃるんで、パパもね、やっぱ、車の方の安心だわっていう方もいらっしゃると思うんで、まあそうするとやっぱちょっとそのあたりはあれかなっていうところになったりします。あとは、特急なし版の方は、実はあれ、これ、5日前までに購入したいときなんで、そのあたりは気をつけないといけません。ただ私はこれ知らなかったんですけど、マワジャンセって、そのチケットの方のやつは当日買えるんですね。私、ずっと当日買えないもんだと思って、実はこの前の連休の時も、買いそびれてたら、ダメだ、もう当日だしな、って言って。基本的に近鉄の企画乗車券って、前売りなんですよ。当日購入ができないんですよ。実は、マワジャンセができるんですね。なんだよ、その最強な、やり方は。今度ちょっと連休といたら使いたいなと思っております。っていうのがありますんで、こういうのがあります、ということですね。だから基本周り合わせ使っとけば大丈夫っていうのは間違いないです。ただ、それよりもね、ちょっとカスタマイズして条件が整うと、実は周り合わせよりもお得な方法があるんですね。ということでね、そんな方法を見ていきたいと思います。1時間喋ってんの？あれ ?1 時間嘘だ。まだ前半戦だよ。ダメだって。さあ、次見ていきましょう。あ、まだ前半戦ですかね。はい。長くなるね、これ。ってことで、こんなのがあります。島スペイン村パルケエスパーニャフリーキップ。これ、あんま知名度がないんですけど、こういう切符がございます。島スペイン村パルケエスパーニャフリーキップという名前の切符があります。これは連続した4日間利用できる近接の客乗車券となっております。これも実は4日使います。これちょっと、大きいのは4日利用できるんですけど、いわゆるパルケエスパーニャに特化してます。まさかから、一応フリーエリアがまさかが賢島間で、これは実はマガジャン生とあんまり変わらないです。往復乗車券と特急券がついてきます。
ですから、これはいわゆる往復だけですね。だから、宇方までの設定にしておいて、名古屋から宇方にしておいて、宇方からまた名古屋までの特急券とかでもいいし、松坂とかまで、松坂肉ね、食べて、うん。で、松坂肉食って、松坂から帰るっていうようなこともできます。事前に、登録しておけば、フリーエリアからだったら大丈夫なのか、名古屋に帰るよっていうのだけ登録しておけば大丈夫だったかなと思います。っていうのができます、ということでございます。の往復乗車券、これは特急券も含まれております。ただ、フリーエリアで使える、さっき言ったね、4枚ついてくる特急券っていうのはないよ、というところですね。そこはない。で、次が、宇方から鹿児島と、島スペイン村の間の往復バスの乗車券はついてきます。ですから、他のバスには乗れないんですけど、島スペイン村に行くバスはもうこれで乗れますよ、ということなんで、島スペイン村に行きてんだっていう人は、これ特化して8500円なんで、これありなんですよね。うん。いや、そういくね、俺はウゴちゃんが見たいんだ。ウゴちゃんの、やつをね、がっつり楽しみたいんだ。いやいや、伊勢志摩、お伊勢神宮はね、神の宿るところかもしれませんけど、我々の神はウゴちゃんだっていうね、ような、信者の皆さんは、そこ、他は見いいよっていうか、まあ、オタクだと結構ありますからね、オタク気質だと、基本的に他のところはいいよ。それに特化してきたんだよっていう方のには、ぶっちゃけこれで、済んじゃいます。で、4日間ってなってますけど、これまあ、ですから、往復とかの料金とあれ合わせたらもう、全然、安いんで、8500でしょ ?8500 で、だとこれ、普通に行ったら1日で13408円かかるやつですかね。これが、8500円なんで。もう本当に他のところそんなに行かないよって言うんだったら、そういうこと、伊勢、お伊勢さん行ってね、いや、参拝だけするくらいだよ。そんな、ね、ちょっと歩いたらいいしとかっていうの。まあ、それのバス一回乗るぐらいだったら300、400円とかですから、っていうだけだったら、ぶっちゃけこっちの方が安いっていうのがあります。だから、他のところ行かないよ。まあ、だって連続4日間って言ってますけど、ぶっちゃけなかなかさっきも言いました、4日連、4連休って取れないじゃないですか。そうすると土日で行くよとかっていうケースが一番考えられると思うんですよね。2日の休みで行きますよという時には行って帰ってくるんですけど、実はこの2日でいいよっていうので、パルケスパーニャをがっつり楽しみたいという時には、これ最大のメリットが一番下に書いてあるこれなんです。島スペイン村のワンデーパスポートもちろんついてくるんですけど、このパルケスパーニャフリーキップに関しては、1400円プラスでは2デーパスに帰れます。この特典が実はあるんですよね。島スペイン村パルケスパーニャフリーキップには。なので、いや、二日間行ってね、朝行って、でもね、一日だけだとね、なかなかね、その全部見て回るのも大変だわ。言うて広いですからね、島スペイン村。どうしようかな。まあね、一泊はね、ホテルとかさっき言ったら5000円とかで泊まるとこもあるから、それでだいぶ安くは済ませれるけど、ああ、そっか。2デーパス、これ全部1デーパスだから、差額っていうか、2デーだと結局まあ1デーしか使えないからね、っていうところで、これを持ってると実は裏技で、このチケットは1400円支払うと、なんと2デーパスに変える。ですから、9900円で、丸2日、しかももうホテル泊まり朝からオープンからがっつりと2日、行けますぜ、遊べますぜ。二日がっつりありゃ、で、次の日それもう、ツーレイでパスで、近く泊まってだったら、もう、だって、オープンからがっつり遊べますから、前提ですから。これだったら、守りますよ、安く済むし。これ実は、このあたりがありなんです。ですから、土日二日行くよ、二日もう、とにかくエスパーニャ楽しみで、エスパーニャしたいんだっていう方には、これおすすめです。で、プラス、ちょっと時間ができたら、最後、帰り際にね、ちょっと、ちらっと、お伊勢さんに寄ってね、とかもできますから、内宮の方寄ろうと思って、ちょっとね、大変ですけど、ちらっと寄るのに、下宮の方だけだったら、意外と歩いて行けるんで、伊勢市駅からだったら、もう歩いて、ちょろちょろっと行って、本当にさん、たたたたって、10分くらい歩いたら、豊受大神宮っていう下宮さんが現れますんで、下宮だけだったら、本当に、帰り際にちょうどっと寄って、お参りするっていうこともできますんで、意外と、それは、このフリーエリア内でできるんで、これ、とか、ぐらいでいいんだったら、もう、実はありっす。
でも本当にエスパーニャに、特化しているように見えて、実はこのフリーエリア4日間、まさかからカシコ島の間が鈍行とはいえ、使えるというのを地味に聞きます。あ、ちなみにプラスの特急料金、チケットですね、300円とか400円とかで、小区間のやつが、実は売ってたりするんで、それ駆使したれば、うまいことやれば、実は、バランスよりも、賢く使えるっていうのがあります。これ、あまり、なんて言ったらいいの、ホームページとかでも、近鉄の売り場とかでは、あんまり堂々と出てないんですけど、こっそりあるんですけど、これ実は、おすすめです。っていうのがあります。で、これとは、これがメリットは、もう本当、島はスペイン村の利用であれば、まあ、あれなんですよ、定格なんですけど、ただこれ一つだけデメリットがあります。当日購入ができません。ですから、事前に買っとかないといけない。っていうのが一つデメリットになります。ただ、インターネットでも買えます。インターネットでも買えるし、近畿日本ツーリストさんっていうね、結構聞いたことある方いらっしゃるんじゃないですか。旅行ツーリスト系の会社としては日本最大手の、近畿日本、JTB か、JTB の次だったっけな、で、なんですけど、近畿日本ツーリストさんっていうのがあります。これ実は近鉄なんですね。近鉄の、ツアー会社なんですよ。近鉄って近畿日本鉄道で、近畿日本の鉄道じゃなくてツーリストの方が近畿日本ツーリストなんで、あそこだと、事前に行って、この日からっていう風に言えば、1ヶ月前から帰るんだったかね。うん。っていうようになってますんで、お近くの近畿日本ツーリストに行ってもらったり、インターネットとかでも買えるんで、そのあたりとかを、使ってもらっておけば、もう日付がね、あらかじめ決めれるんであれば、前日までに。で、買えますし、まあ、沿線の方でしたらね、近鉄四日市駅の特急券とかのところとか、まあ、丸口でも買えますしっていうような風になってますんで、これってあれでも買えたかな、特急券券売機でも買えたんかな、これじゃ買えないかな、とかっていうのもあったりしますけど、まあ、丸口のあるところだったら、特急券の丸口のある白子駅とか四日市駅とか、桑名でも買えます。あなたとか塩駅だったら買えますんで、ぜひ、そのあたりも検討していただければいいんじゃないかなと思います。扉でも買えるのかな、ギリギリ。とかっていうのがあったりしますよ、というところかな、というところですね。ですので、沿線の方で、それこそ名古屋の住みで、とかっていう方だったら、全然これありになってくるやつなんで、実はこれはちょっと頭いいです。特に、四日市とかから行くんだったら、四日市だったら別にね、事前に買いに行きゃいいんでね、近鉄四日市駅買いに行きゃいいんで、そんなにデメリットを取るのが薄いんで、ありちゃありです。っていうのがあります。で、次、島スペイン村、満喫デジタル切符っていうのがあります。これデジタル販売オンリーのやつです。ちょっと特殊で、切符が全部 QR コードで、QR コードをピッピッって言って、全部機械も通していくっていうようなパターンのやつになってるらしいです。完全に言えばチケットレスのサービスですね。非常に日本のチケット業界では、鉄道業界では、すごく先進的な取り組みで面白いところなんですけど、これも4日間利用できます。さっき言ったフリーエリアの乗車券がついてくるんですけど、これ大事なのは、その、チケットレスのやつなんで、あれがついてこないです。特急券がついてこないです。っていうのがあります。で、宇方から、かしこ島。宇方はかしこ島から、島スペイン村の間の往復バスの乗車券も、この PPP でできますと。往復1回使いますよと。で、島スペイン村ワンデーパスポートもついてくる。これも、プラス1400円支払い、ツーデーパスに支援可能で、特徴としては、お食事券、そのスパース、島スペイン村でね、いろいろチュレスとか売ってます。チュレスのところでも使えるはずです。いろいろそのレストランとかあるんですけど、そこのところで使える1500円分のお食事券がついてきますと。いう、やつになってます。まあ、お食事とかも、基本多分ね、島スペイン村でするよねっていう前提のところで考えると、1500円ついてくるのは、ありかなっていう感じがします。ただこれ、ね、いくつか難点がありまして、この切符。正直4番、さっき言ったやつよりも、ちょっと難点があります。値段単純に安いんで、使い方によってはありなんですけど、デメリットがちょっとあります。島スペイン村パスポート付きで、まあ、一番低価格です、これ、実は、企画乗車券としては。で、島スペイン村各施設で利用できる食事券が付いてくる。これが1500円分ついてくるんで、食事とかも楽しめっていうことだったら、いいや、1500円分ついてくるんだったらいいじゃんっていうところなんですけど、これ、ちょっと、頭に入れないといけないデメリットして、特急利用したら、片道1640円。往復3280円かかるんですよ。
ってことを考えると、おーっと一気にプラス3000円ってなると、1万円超えてくるから、もう4000円でよくねってなってきちゃうんですよね。で、さらに、これ、名古屋駅以外が使えないです。四日市とか白子から、周り合わせだったら帰って乗れるんですけど、これその QR コードを使ってるチケットレスのやつの対応させてない兼ね合いで、名古屋駅でしか乗り降りできないんですわ。だから途中で降りるとかができないっていうのがあるんで、松阪まではね、最低松阪まではできないよっていうふうになってる兼ね合いがあります。ですので、そのあたりが利用不可になってるっていうのが、非常に、ちょっと、厄介ですし、当日購入はできませんよ。あらかじめそのチケットレスの、サイトに行って会員登録して申し込んでとかっていうのがあったりするんで、そこのところ考えとですから、いやもう俺は一番安く済ませるか、もう急行で鳥羽行き急行に乗って、急行は無料で乗れるんですよ、JR と違ってね。急行で行って鳥羽から鈍行で行って、もう一番最安で済ませるぜって言うんだったらありなんですけど、結局今スペイン村楽しむのだったらそれだと結構時間かかっちゃうんで、朝一で行ったとしても、朝始発鳥羽行き6時5分、6時15分ぐらいとかあったっけ、しんどいよっていうところなんで、だったら正直このパルスペースパル、これだとその3200円分のやつついてくるんで、そのお食事券1500円なんですけど、3200円ついてくるんで全然ゲインできるようなっていう気がするんです。っていうのがあったりします。まあ一応、ただ一応最安値なんで、これも候補に入れておきました。7100円になりますと。いうのがありますよと。で、もう一つのパターン。これはザ・カスタマイズパターンなんですけど、ちょっとピーキーではあるけど、いや、現実的に考えてみるとこれもありかなというのに載せておきました。週末フリーパスプラスアフタヌーンパスという、個々の商品の合わせ技です。近鉄の週末フリーパスっていうのが実は売ってます。これいわゆる、1日乗車券みたいな感じのやつなんですけど、これが4200円で売ってます。ただこれ1日乗車券じゃなくて3日乗車券っていうのが近鉄の特徴で、普通私鉄で3日間も乗るでしょうっていう人いないんですけど、いかんせん近鉄って私鉄の中でね、一番、その路線距離が長い。なので、東京はないけど、名古屋、伊勢志摩、大阪、奈良、京都、全部近鉄で結ばれてるわけでございます。もうありとあらゆる駅があるわけでございますよ。っていうことなんで、3日間使えるって言っても、十分見て回ることができちゃうんですよね。というのがあったりします。その近鉄の週末フリーパスっていうのがあって、4200円でありますよと。で、これに、参考バスがね、片道390円になりますね。当然、単品プランなんで、これがかかってくるわけなんですけど。で、大事なのが、アフタヌーンパスっていうやつになります。週末フリーパス、さっきまで言いましたよね。パワープレイで行くぜっていうような皆さん、いらっしゃるかもしれませんけど。っていうふうに行く場合ね、現実的に考えたとき、あと現実的に考えてみたときに、例えば島風で行くとかって言っても、まあまあいい時間になってするわけなんですよね。っていうところになってくると、いや、午前中に着くと難しい。何せ僻地なんで。いや、言うてこれ、例えば東京朝市に出るとかになると、午前中に着くの難しかったりするんですよ。っていうような時のために、週末フリーパスっていうのを使って、これ、14時以降、午後2時以降に入園すると、アフタヌーンパスっていうパスがあるんです。これ、島スペイン村さんの方にあります。これが、実は、普通だと5400円かかるところが、普通のワンデーパスだとね、アフタヌーンパスだと3000円引きになって2400円になるんですよ。ただこれ、4月以降値段上がるらしいです。なんで、2700円とかになるんだったらね、っていうことなんですけど、これだと、入って見ることもできるよっていう中で、だから中に入れる時間がちょっとかなり限られてしまうんですけど、っていうところのを含めて、いや、どうせ現実的に朝一から行くの難しいわっていう人は、これ頭に入れておくといいと思います。そうすると、週末フリーパスで4200円に、プラス2400円に、その往復の参考バスが780円で、一人頭7380円なんで、
まあ、お得になってくるんですよ。で、これ、使い方っていうところなんですけど、さっきも言いました、土日を含む連続した3日間有効にフリーパスとして、金土日もしくは土日月で使います。ですから月曜日が祝日のところとかになったら、3連休の人とかも多いのかなと思いますので、まあうちは祝日ないんであれなんですけど、土日祝、月祝とか狙って3連休とかにして使う人が多いんですわ、このやつ。じゃなくても2日でもね、全然元が取れます。4200円であれなんで、まあこれ特急料金は含まれないんですけど、普通に乗車料金として安くなってきますからね、っていうところでなんですけど、まあまあまあ、14時以降単純に往復するんだったら単品で買った方がいいのかってところなんですけど、14時以降、利用可能な、その島津辺村のやつが買いますよっていうところで、それでね、島津辺村もちょっとね、楽しめますし、で特急料金支払えば当然乗れます、往復で3280円っていうところなんで、そうなってくると、いやでもそうすると1万500円、あれだったら、もうやんせでいいんじゃねっていう気もしてくるじゃないですか。ただ、この週末フリーパスは一つ、他の企画乗車券にはない最大メリットがあります。それがね、よいしょ。これです。まあ、まずメリットの一つ目としては、到着が14時以降になってしまう場合、この方法有効になってきますよってことですね。まあ、特急仕様とかで安く済ませるよという方には、これだとかなりコスパよくいけるよっていうところがあったりします。で、ここです。大事なのは。まっさか伊北の区間も自由に利用できます。だから、で、遠方東京とかからこっちの方まで出てきた伊勢島とか見たよ。わー、楽しかったなー。でもね、まあ伊勢神宮とか行くのもいいけど、せっかくね、西の方に出てきたんだし、せっかくだったら大阪とかね、奈良、京都とか観光してみたかったなー。ってなったとき。これならいけるんです。3日間とかに、2日目、3日目とかに別のところに行くよっていう。1日目頑張ってこっちの方に来てね、アフタヌーンパスで、これが、島スペイン村かっていうのをね、夕方5時までだったっけな、営業時間。うん、ね、じゃーっと、楽しんで、よし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 、パーパーパーと、うん、昼からってね、午後からでちょっと楽しんで、じゃあさあ、次の日どうしようってなった時に、まあもちろんそのまま伊勢島観光を、に使うフリーキップってしてみてもいいんですけど、せっかくだったらね、こっちの方来たんだったら、奈良のしか見てみて、ピューって奈良に行きます。そこのところが、まあ特急料金が、は別途支払いにはなるんですけど、運賃としてはその大阪のね、南、道頓堀のど真ん中から、京都のど真ん中、奈良公園の真ん前、真ん前の近鉄奈良駅、その他もろもろ吉野の桜もあるし、今の、これからの時期だったら吉野の桜もね、いい時期に入ってきますからね。うん。でし、他にも、安倍の橋にも行けるし、どこにも行ける、近鉄の走ってるところはどこでも行ける。なんなら、生駒山ケーブルの上とか、市議さんの、ケーブルとかにも乗れますから、西市議ケーブルとかにも乗れるっていう、ところがあったりするんで、ですから、その、近畿圏を、ぶわっと、せっかく遠方から来てね、楽しみたいってなったら、これはありだったします。っていうところが一番最大のメリットかな。その、伊勢島地方以外も、近鉄沿線のところいろいろ見たいよっていう時には、これありだったりします。ですから、アフタヌーンパスを使わずに朝一、行って、もちろん使って、そうすると、プラス3000円とかになってくるんで、1万円とかになってくるんですけど、伊勢島でもう観光を楽しみたいよっていう前提だったら、もう周りの人買っちゃった方がいいですけど、これもありだと思います。ちなみにこれは前日までに買っておかないといけません。これもさっき言ったように、インターネットでも買えるみたいですし、あと何だったっけな、近畿日本ツーリストでも買えます。ですが、近畿日本ツーリストさんっていう、ところに、は全国に、営業所ありますんで、そこのところで、とか行くと、結構イオンの中とかに入ってるケースもあったりしたけどな、っていうのがあったりするんで、そういうのを使ってもらうといいのかなと思います。というところですね。まあ、当日購入はできない。それだけちょっと準備しないといけないんで、遠方からの方特にね、ちょっとチケットの準備のところが、あまり、不慣れになるかもしれませんけど、北海道とかでも近畿日本ツーリストあるんじゃないかな。近畿日本ツーリストこんな感じで。まあ、いろんなね、旅行ツアーも当然やってますしね、業界採用ってですかね。で、何で買えるんだろうな。ダイナミックパッケージとか、パッケージプランもあるんですけど、
と単品でその近鉄関連の企画乗車券も、売ってるらしいです。多分こっちは書いてないかな。ずらし旅とかそっちの方が載ってますもんね。まあ海外とかにも行きますからね。岡崎特集なんかもやってんだ。へえ、すごいな。海外にも行きますからね。何これ。江田島出してんの？おー。江田島好きなんでね。うん。これまでもチラッと行ってきましたけど、本当にこれまでチラッとしか行けなかったから、ちょっとちゃんと来てんでね。へー。いいな。これ、営業所のどっかに載ってないかな。で、店舗情報ね。あちこちにあるはずですよ。大阪府の店舗。全国拠点一覧。北海道あるね。北海道も。まあ、札幌とかにも、富国生命ビルとかに入ってるらしいですね。江別にもあるし、ね。稚内にもある。稚内にもないにもあるの。あそこ役でね、入ってたりとかあるらしいんで。この辺とか見てもらって、まあ、稚内にあるんで、多分遠方でも大丈夫だ。大丈夫だと思いますね。そのあたりとかで、なんか問い合わせしてもらったりとか、まあ、インターネットを使ったらね、予約とかもできるらしいんで、国内ツアー、これでいいのかな。国内ツアー、インターネットで予約ができますよ、というので、ツアー検索でいいのかな。なるほどな。近鉄のインターネット予約、なんだっけ？近鉄インターネット予約。特急券はここなんだよな。近鉄列車。特急のチケットレスサービスだろ。これとは別であるはずなんだよな。近畿日本鉄道。あ、これか。インターネット予約。定期券予約。特急券。どこだ？ネットからはこれか。インターネットでお申し込み、お得な切符ね。ここですね。うん。で、お得な切符ってのがあるで、デジタル切符とかいろいろとありますよと。周り合わせなんかもここから買えますよと。週末フリーパスもここでもう買えるのかな。セット内やろ。発売、お買い求めこちらってやるよ。インターネット通信販売。あ、って感じで、送料とがかかるけど、それのまま買えるようになってですね、という感じで買えますよというのがありますよと。こんな感じでね、パチッと押したれば、4200円でって言って買うことができますと。一応郵送代が520円かかるみたいです。レターパックで送るってことなのか、っていう感じなんで、まあ、うちらだったらね、じゃあ別に駅行きゃいい。あ、でも、今、駅往復考えたら、公共交通機関で往復すること考えたら、別に520円払うのありなのか、とかっていうのも、まあ、歩いていけるぐらいに、近日も、全然ありますんでね、ありだったりしますけど、っていうのがあったりしますんで、まあ、このあたりとかね、いろいろと使ってもらった、特に遠方の方でしたら、これでね、全国どこでも、ピッと、チケット用意しとくことができますので、その、前売りでね、必要なやつとか、まあ、もちろんね、周りの人はね、あらかじめ買っとくとも全然ありですから、こういう感じで、使うことができます。麻雀運勢を使う場合だったら、ありなのは、遠方からだったらね、中国国際空港、セントレアまで、ボーンと朝市で行って、セントレアから、シャトルバス、ジェット船走ってるので、それで通まで出て、通から乗るっていうこともできるのかな。ですので、行きはそれでやって、まあ、帰りは名古屋までっていうような設定もできるはずなんで、っていうのも手かもしれないな。まあ、通からまさかだとそんなにあれだけどな。うん。あ、でも結局かかるのかな。名鉄で名古屋まで出た方のが結局あんまりあれなのかな。変わらんのかなという気もしますけど。いうのがあったりしますんでね。まあ、いろいろと、そのあたりいろんな旅をね、楽しんでもらったらいいんじゃないかなと。いうわけで。まあ、一応こういうふうに結構いろんな手段があります。まとめとしてはまあ、基本的には家族とかで、まあ、4、5人でワッと行くんだったら、まあ、いいか、まあ、ありかな、特に名古屋県から、だったら、まあ、それより先とかでっていうことを考えると、やっぱ基本的には、麻雀生
を軸に考えたらいいかなと思います。まあ、これを主軸に考えて、さっき言ったような条件とかいろいろとあるところでいくと、選択肢としては、次に来るのはこいつかな。パルペ、エスパーニャ、フリーキープ。本店もエスパーニャ、ここに特化して、特に2日で、1日目も2日、丸2日楽しみたいよ。土日、土曜日の途中から行ってね、昼前ぐらいから入って、さらに翌日は、もう、近くのホテル泊まって、そこから朝一楽しむんだっていう時には、これあり。パスペースパナフリーキップ。うんと、あとは、これね、週末フリーパスを使うって言うても、ありなんで、このあたりですね。まあ、他のところとかもね、いろいろ大阪観光とか京都観光とかもね、セットで楽しみたいよって言うんだったら、週末フリーパスにしとくっていう手はありです。このあたりの3択ぐらいに、4択かな、ぐらいになってくるかなと思います。うちからはこれを言うと、ようなプランをご案内させていただきました。他にもね、なんか思いついたプランとか、なんならもう私、全然もう、なんなら観光案内所だと思ってもらってね、総合案内所だと思ってもらったら大丈夫なんで、全然聞いてもらったらね、こういうような条件なんですけど、どうでしょうかね、とかってね、コメント書いてもらったらね、それなりに計算してみます。のでね、ただ私は計算がめちゃくちゃ弱いんで、めちゃくちゃ計算ミスするんで、まあ一番いいのは近畿日本ツーリストさんかな、とか、まああとは近日の、サイトとかね、見てもらったりね、そのあたりとか参考にしてもらったらいいかなと思います。で、最後にね、じゃあどこかなというところ、まあ近日沿線でね、その伊勢志摩地方とか行った時に、まあマイカーとかで特に行った場合にはね、他にもいろいろとね、おすすめの場所どこがあるかなというのをね、ちらっとね、お話をしていこうかなと思います。こっちの方に行ったらね、やはりね、外せないのは、まず、島国分寺ですね。いや、知らん方もいると思います。うちの、あれ、出しときます。うちのところで、今年の名所、今年のうちにとかっていうプランとかで、結構この島地方をいろいろとぐるぐるっと車でね、回ってきたところがあります。横山展望台とか、この島国分寺さんとか、島国分寺さんはね、ちょっと中も、撮影許可いただいて、いろいろと、ホームズとかいろいろとね、見させてもらったり、したのもありますので、ぜひね、おすすめなんでね、見てほしいなと思いますけど、あとはね、こっちの方だと、あのり崎灯台とかっていうところがあって、あのり崎灯台が、ね、実は綺麗なんですよ。あのり崎灯台。大王崎灯台が有名なんですけど、実はね、おすすめは私はあのり崎灯台だったりします。写真とか大丈夫かな。あ、俺が撮ったやつあるんだよ。そうですね。行った時の、写真があるから、あとしますし、どこに行ったっけな。あ、そっか。あれで撮ってないから、地域データが入ってなかった。しまった。うちで撮ってあるやつ、これか。これは横山展望台のね、イラストだったりしますけど。まあ、こんな感じで、結構展望台で綺麗なところとかもあったりしますし、この先のところに、あの伊崎灯台っていうところがあって、そこのところでね、実は、どっかに。あの伊崎灯台。お店のやつないかな。あの伊崎灯台ね、実はこの、ちょっと見せましょうか。結構資料館とかもあったりしますし、灯台の中も登れます。500円とかで、確か、登れたはずです。とかっていうのもあったりするんで、うちのサイトの人見てもらうのが一番いいかなと思います。で、ここを、あの伊崎灯台ね、何がいいかっていうとね、ここにね、ちょっとしたね、金庫芋工房っていう、このね、上田商店さんっていうのがあるんですよ。ここのね、売ってるね、やつがね、まあまあ倍なのか、ね、端っこのね、もう古びた灯台だろうと思われがちなんですけど、案外綺麗なんですよ。わかります？建物も新しいしね、トイレもめちゃくちゃ綺麗なんですよ、ここ。めっちゃ新しい感じなんで。特にここでね、売ってるのね、いろいろとね、売ってるんですけど、スイーツ、いろいろとあるんで、女子の皆さん、本当におすすめですよ、ここは。
崖で結構ちゃんと綺麗なね、ところで、あったりします。で、どこだったっけな。こんな感じで、この建物ね、ですけどね、があったりするんですけど、金庫芋工房とかってあるんですけどね、ここで売ってるね、なんとね、写真、どこ行ったっけな。これ、うちのフォルスやねえから、あれなんだ。芋蜜っていうね、よしよしよし、ちょっと俺の画面もう一回持つと。芋蜜どこ行ったっけな。あれは多分、あるはずなんだけどな。あったあった。めっちゃ時間かかった。わー、10分以上時間食ってんの、こっそり。これね、芋蜜っていうね、金庫芋工房って、さっきの言っとった上田商店さんのね、これ買ってきたやつですね、自分で。があります。こういうのとかもあったりするんで、結構、ね、おしゃれなやつとかもあったりしますんでね。よいしょ。これはね、やつとか。あと何映ってダメなやつですね。ああ、これお守り買ってきたやつね。で、あとはなんだこのアジの開きとかも安い値段でね、こっちの方だと、なきりの方で買ってきたやつとかね、あったりします。とかね、いろいろとあったりしますんでね、おすすめでございます。こっちの方とかも、ぐるっと回るのも楽しいかな。あの伊崎灯台は、バスでも行けるから、本数多分少ないと思うけど、あの伊崎灯台に行く方法、バスあったっけな。うん。確認してみたら、一応、2時間に1本くらいあの伊の方に行くのはあったりする感じかな。んで、なんか、ただ、あの遺跡の灯台の近くに行くやつは、1日3本か4本ぐらいしかないらしいんで、まあ、そのあたり、気をつけてもらったら大丈夫かなというところがあったりします。まあ、一応、公共交通機関でも行けるところやったりしますよ、ということなんで、そのあたりとかを、念頭に入れてもらったらいいんじゃないかな、と、何かな、と思います、というところへんかな。よいしょ。そんなところかな。よし。まあ、ということなんでね、そういうような感じで、いろいろと、一緒に方面ね、楽しんでいただければと思います。ということで、この動画これぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いいのかな？こんな感じでいいのかな？1時間40分？